もしれないですね、今の画面。まあ、今4時20分、真っ暗なんですけども、今、富士山へ向かっております。富士山、いつか登ろうと思ってたんですけども、なかなか登れてないタイミング、見つけられてないまま、今週で、閉まっちゃう、登れなくなっちゃうということなので、まあ、なんとか、早起きして、今向かっているというところです。車、自分の車を運転するの、1週間、2週間ぶりぐらいなんですよね、実は。また仕事で先週1週間弱ぐらいアメリカ、ロサンゼルスに行ってて、で、まあ向こうでは左ハンドルのフォードとかシボレーとかもいろいろ乗ってたんですけども、まあ向こうの車は左ハンドルしか乗れないっていう、まあルールがあるんで、まあ右ハンドルなんてなくて、まあ左ハンドルで、ね、右車線で、全然慣れないまま走ってたんですけども、まあ1週間走ったら当然慣れはするんですけどもね。で、まあ帰ってきてまた数日乗ってなかったんで、本当に2週間ぶりぐらい自分の車乗ってますが、でも向こうで乗ってた車もシボレーのなんだっけ、クソでかいやつ、エスカレードぐらいでかいやつ乗ってたんで、本当にでかさも慣れないし、左ハンドルっていうのも慣れないし、右車線っていうのも慣れないし、慣れないこと尽くしだったんですけどね、まあ、なんとかでも半日で慣れましたね、やっぱり。せーね、はい、じゃあ両手ですね、はい、はい、ありがとうございます。というわけで、改めて、今5時です。5時に富士山パーキング着きましたというところで、これから富士山に登りに行く、行きたいなと思っております。まだ ETC カードが導入されました。まだ、今夜は明けてきたかな。ちょっと頂上に行ったら今もうそろそろご来光が見えるのかなっていう感じではありますが、まあ、今日は日帰りということで、行ってきます。はい、というわけで夜が明けました。到着です。ここが富士山パーキング、富士山パーキングだっけな。ここからシャトルに乗って5合目へ向かいます。あと15分くらいで来るのでね。この木の向こう、富士山見えてるんですけど、絶対寒いよ普通には。みんなとしても間違ってる。富士山見えてます。油断していました。すでにバス待ちの行列がたくさんできています。バスに揺られること約30分弱、富士山5合目に到着です。ただいま朝の7時、当日券で登山料を払い登山準備完了です。さあ、ではここから地獄の登山行ってきます。はい、じゃあここからスタート、吉田ルートスタートです。ここからまだまだ全然余裕、まだ開始して200メートル300メートルぐらいしか歩いてないんでね、まだまだ超余裕です。ちなみに一緒に
歩いてる人が多いんで、結構ナレーションになるかもしれないです。うわ、すげえ、雲海がすごいっす。下に雲がめっちゃ見えてる。うわ、すげえ。ちょっとこれは写真撮ります。ドラゴンボールで悟空が死んだ後に行く世界みたいな世界観ですね。雲の上伝わりますかね、まあ、竜の上を走ってる時みたいなイメージ。僕の地震は東海道を歩いた時の5日目箱根峠を1日で登って降りたっていう、あの地震だけで今来てるんで、まあ往復10時間ちょろいんじゃないかって実は思ってるんですけど、内心舐めすぎですから日本一の山を。ぼちぼちでも険しくなってきましたよ。本格的な山登りって、まあ、まだまだここから続くんですけどね。そんな感じが。休憩時は周囲の安全を必ず確認し、落石の注意箇所や道が狭い場所では休憩しないでください。高山病と思われる症状がある場合は無理な登山はしないようにしましょう。あれが山頂。グループで登山する場合はぐれてしまわないよう十分注意してください。下山道の知られると走りルートの分岐点より下には山小屋はありません。下山時の飲み水は必ず確保するしましょう。よし、ラッキーを見てください。なお5合目ゲートにおいてもリストバンドの提示をお願いいたします。割ぐらい、ここから6合目に入ってきます。山頂は見えてる上。よし、じゃあじゃあここから6合目入っていきましょう。足元はだいぶ砂場で急なのでね、足すくわれないようにしっかり地面つかみながら行きたいと思います。一旦一休憩。これだけしか残ってないのにさすがに疲れますね。でもまあ6時間はかかんないかなって感じですかね、山頂まで。景色がすごいっす。
もう結構辛くて景色見てる余裕あんまないですね、正直。さすがにちょっと高くなってきた感じはありますね。さっき同じぐらいの高さだった雲を見下ろすぐらいまでは高くなってます。太陽も昇ってだいぶ暑いです。上に登るにつれて徐々に足場が悪くなっていきます。マジ。これはマジか。このゴツゴツした急なところを行くと、ちょっとこれはカメラも合わせませんね。なかなかカメラが構えられないまま、なんとか8合目まで到着。歩きがもともと速いじゃん。だからそのゆっくりっていうのが、その難しいんだよ。やらなきゃって意識してるんだけど。難しい。8合目終点トモイカン。だいぶ雲を見下ろす高さに。だいぶ雲を見下ろしてますね。さっきまでは余裕で歩いていた私も、8合目を過ぎたぐらいからさすがに厳しくなってきました。ここ9合目一歩。
頂まであとちょっと。ではまた下りも頑張りましょう、はい、山頂到着です。6時間切ることぐらいだったんですけど、まあ、まともに山登ったの東海道ぶりですからね。いやよし、完全に山頂。ついにやっとたどり着きました。日本の頂、富士山頂。いや、長かった長かった。どこだ、あそこ、もっと下、どっから上がってきたんだ。まあ長かった。
から先入れないですけど、富士河口ですね。ドローン飛ばして、ちょっと写真撮ろう。あそこに見えているのが、なんか富士山の山頂の中でも一番山頂、一番高いところ、もう本当はトップオブトップの山頂らしいですが、まあ真反対なので行ってる時間はないです。今もうなんだかんだ2時前、下り4時間って言われているので、6時前にはちょっと着かないと、バスが、駐車場までのバスが間に合わないのでね、ここの河口部は一周せずに下ります。はい、じゃあもう14時前、何時だ今、正確には、1時50分48分ぐらいなので、もう下ります。名残惜しい、せっかく登った6時間かけて登った頂上、名残惜しいですが下ります。気をつけないと坂道でスピードが出ちゃって転げ落ちそうなんで、あんまりスピード出せないな。なんだかんだ4時間かかっちゃいそうだな。あ、でもすげえ見えますこれ、雲をめっちゃ見下ろしてる。あそこに飛び乗ったら乗れそう、均等みたいに。すげえ達成感。ちょっと走ってる人もいるぐらいですね、下りは。景色見ながら下れるのすごいな。日本一の山ですよ。ちゃんとした初めての本格登山、一発目が富士山。そんな登山用の格好もせず、なんか家にあるものかき集めてきたぐらいな感じなのに、意外と行けちゃいましたね、日帰りだと。ご来光見たかったですけどね、もし次来ることあるならご来光は見たいですね。でも当分いいです、もう結構辛かったんで。よし、ちょっとスピード出がちなんでカメラ閉じます。はい、ということで、あの山登ってこれました、1日で。
行きが6時間ちょっと、帰りが3時間ちょっと、まあ、合計9時間半ぐらいかな。まあまあおおむねカタログ通りっていうような感じで帰ってきました。天気が良くて、まあ良かったですけど、もう腰から下、あの全筋肉全関節バッキバキです今。はい、ということでだいぶ西日、日が落ちてきてはしまいましたが、なんとか山登ってこれたので、まあ、1日でね富士山行ってくる、まあ、みんなやってるんですけどね、まあまあ、この富士山いつか登ってみたいっていうバケットリストの一つだったので、この山が開いてる2024年の間に行ってこれてよかったです。ではまた次の動画でお会いしましょう。なんか美味しいものを食べて帰りたいと思います。ではバイ。